はい、こちらアッパー草のバイヤーでございます。はい、アッパー草のみかりさんです。今日はですね、はい、アッパーストアが我々が作ったマックスムライグッズということで、ダーン持ってきましたよ。しかもスペシャル企画、はい、開発者の方にお越しいただいて、はい、インタビューをおおびっくりした。びっくりした。あ、くっついてるくっついてる普通にくっついてる。怖っ。びっくりした。超びっくりした。セミです。セミです。油ゼミです。はい、じゃあ佐藤さん、これは一つ目の動画にして NG 版にしよう。カット。これは使えない。今日はですね、アップバンクストアが作ったマックスムライグッズということで、こちらをご紹介します。皆さんこんにちは、アップバンクストアのバイヤーでございます。はい、アップバンクストアのみかりさんです。今日はですね、この製品なんとですね、作った人。開発者の人をですね、ゲストにお呼びしましたので、早速お話を聞きましょう。どうぞ。バイヤー。バイヤー。皆さんはじめまして。開発者の宮下です。アップバンクストア頑張ってます皆さん。柏木公園の皆さん、お買い物は新宿ビックロの裏でよろしくお願いします。怪しい人ですか。みんなこっち見てる。名乗ってたのに。プレミアム IC カードステッカーです。一応ね、ディレクションとかコンセプトとか僕考えたんですよ。大体、あ、言っていい？どうぞ、どうぞください。僕よくマックスムライグッズってよく作られるじゃないですか。あれの極物担当なんです。売れるかどうかわからないギリギリ賛否両論系。なんでこんなん作ったの？マグネットとか。君ら iPhone の店じゃなかったっけとか、お前ら調子乗ってんじゃねえよっていう。よく皆さんがもうアップバンクじゃないアップバンクをいかにぶっ込めるかっていうところに勝負をかける担当で、そうでもしないと誰も責任取れないからってやってるんです。極物担当、極物、はい、ギリギリ狙ってます。これでも割と大丈夫じゃないですか。どうぞ。私実際に IC カードステッカーって何か知ってます？デコク的なスイカとかにある。そうです。あ、使ってる。はい、実際使ってます。スイカに貼ってるんですよ。チャージできなくなるんですよ。でも使ったらこれでも貼って貼せるタイプなので、あ、すぐ貼れるんだもん。そうなんですよ。チャージするときはこの感じでペロンって貼って、粘着面にホコリさえつかなければ、またすぐねペッてやると全然大丈夫。貼れるんだ。10回ぐらいかな、ばったり剥がしたりしますけど、まだ大丈夫ですよ。それ嫌で貼ってなかったんですけど、ネシカがパズバトにネシカが導入されることになったんで、それでネシカの人たちのために作ろうかなって思ってる人たちですよね。なるほど。ちなみにピッてやるじゃないですか。はい。それは全然干渉しないですよね。足買うときは全然大丈夫。ね。あとパソコンに貼ってる人もいたね。そうですね。腕を太くする。アームレストっていうところを貼って、左にマックスムライ、右にアップバンクストアZ。デザインのこだわりもあるんですよ。マックスプレミアムムライとか書いてる。マックスプレミアムムライ。アップバンク CEO マックスムライ友竹ってすっごい頭悪い。なんか順番おかしい。そう。すごい英語を喋ってる人の気分みたいな文章がある。あと最後爪に落ち込んって書いてある。みんなミドルネームっぽい扱いだ。そうそうそう。結構ある。見てきとある。あと19821111はこれ違ってるっていうのがまた一つポイントで。何ですか？はい。村井ちゃんの誕生日だって思わせときながら実は1年遅れてるっていう、なんかちょっと個人情報バレない。もうバレバレなんです。めっちゃバラしてますけど。バレバレなんです。知らない。あとあれです。プラス297。プラス297。っていうなんかちゃんとしてるんだけど、よく見るとジョークグッズみたいな。ディエルもじっくりご覧くださいという作りになっています。普通に可愛い。アップバンクのカード作ってポイント作ってとか言うんですけど、ちょっとまだね会社としてそれやるべきかちょっと迷ってて、じゃあちょっと雰囲気味わえるところでアップバンクのメンバーだよみたいな。なるほど。カードとマックスムライ好きだったらマックスムライカードいいんじゃないのっていう、なんかちょっとしたごっこ遊びみたいな感じなんです。へ手軽に体験できるアップマークスブライクということで、なんかブラックカードも気分、そうなんかちょっとリッチな気分ありますね。ブラックカードやったこともあるんだけど、なんだったっけな、Cカードのブラックカードやったことある。何がいいかよくわからない。いや、ステータス気分だよね。あ、違うの、コンシェルジュに電話するとすぐに出る。呼び鈴が鳴る前には入る。すげえ。結構無理難題を聞いてくれる。プレミアム感。プレミアム感あります。ブラックカードはですね、すごいお金を持って稼いでる人しか買えないかも、手に入れられないかもしれないですが。この人社長だから、社長気分上質な感じ。プレミアムな感じ。大人なマックスぐらい。金色ですからね。ちょっとね、ブロンズ系の黄色にしたの、これ、わざと。これちょっと赤みも入ってて、顔に。アットバンクの人全員これ持ってますよ。みんな貼ってる。配りました。みんな貼られてる、貼り付けられてる。みんな貼りましたね。仲間で。どう、舘さんも使ってるの？使ってますよ。これね、EXRT カードっていう新幹線に乗るカードですけど、マックス村で。Z ちゃんは、マックスつけてます。マックスつけるの。ひかりさんは何使ってる？私はそのブランコ。あ、出た、ほら、人として終わってる。いや、普通の。いや、財布パンパンやん。すっげえ詰まってる。財布めっちゃ詰まってる。あと7個。セブンイレブンのやつだ。オートチャージなんで、オートチャージの人はいいね。そうなんですよ。なるほどね。これ見せるの？セブンイレブンで。はい。マックスのライブ。見せるっていうか、自分でピリってやるんで、まだチャージで出してないんで。見せてからやった方がいい。こうやってから。違う感じで。これで。こちらです。これでピッてやっていいですか？お支払いはこのカードで。お客様はって。いや、いいから。ピッてやってこうやってもらえて。ちゃんと決済できる。大丈夫。ちゃんとセブンカードって書いてる。はい。大丈夫です。皆さんじゃあこれを貼ったタッチ式のカードでお買い物する際、店員さんに見せてから。使い方をコメントに書いてほしい。いろいろね、カスタマイズできますからね。普通にステッカーとしても全然貼れますからね。いろいろ私こんな風に使ってますみたいなのは教えてほしい。ツイッターとかコメント欄とかでぜひ皆さんシェアしてみてください。というわけでこのような詳細はですね、ぜひ商品の概要欄からチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。アップバンクストアの仕入れ担当バイヤーの舘でございます。このバイヤーチャンネル24ではアップバンクストアで販売している iPhone や iPad もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方はこちらのボタンから、スマートフォンの方は動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー。